皆さんこんにちは光学研究科知能デバイス材料学専攻の吉見ですこれから地球温暖化ガス排出抑制の鍵を握る耐熱材料と題してお話をいたします高温場は地球のパワーの源です私たちは毎日太陽からの恩恵を受けながら生活をしていますがその表面温度は約6000度であることが知られています 一方、地球の内部でも高温高圧状態になっており、その中心部分は約5,500度であることが知られています。私たちはそのごくごく一部を利用し、例えば地熱発電などを行っています。産業に目をやりますと、鉄の生産、石油の生成、火力発電など、多くの産業で高温場を利用しています。このこのとから、高温場は、 現代社会においてなくてはならない反応場であるということができると思います。高温エネルギーの利用として、最も典型的なものの一つが、火力発電あるいは原子力発電です。これらは低級なエネルギーとされる熱エネルギーを、熱機関を使って高級なエネルギーである電気に変換する仕組みとなっています。上の図はガスタービンの模式図です。 ガスタービンは石油や液化天然ガスを燃料とする内燃機関ですが、その結果として二酸化炭素を排出します。下の図は蒸気タービンの模式図です。蒸気タービンは高温、高圧の水蒸気を使ってタービンを回転させる概念機関であり、これを単独で動かしているものが石炭火力発電や原子力発電となります。近年では、 ガスタービン発電の排熱を利用して蒸気タービン発電も同時に行う複合発電、いわゆるコンバインドサイクル発電の開発も進んでいます。さてここで熱機関の原理について簡単に説明いたします。そのエネルギー変換の物理は熱力学第一法則で説明されます。この図に示すようにピストンとシリンダーの中に閉じ込められた温度 T1、 圧力 P 1体積 V 1であった N モルの気体分子が熱量 Q を受けて温度 T 2圧力 P 2体積 V 2となることで外部に W の仕事をします。この時 W は与えた熱量 Q から ΔU を引いたものであり ΔU とは気体の内部エネルギー変化に相当します。 これは、2019年度の大学入試試試センター試験、験物理追試試験から抜粋した問題でありました。問題は次の文章を読み下の問いに答えよう1モルの単原子分子の理想気体が滑らかに動くピストンを取り付けたシリンダー内に閉じ込められている図1はこの気体の圧力 P と体積 V の変化の過程を表す はじめ状態 A にあった気体を状態 B 状態 C の順に変化させた後再び状態 A に戻した。過程 AB は定積変化過程 BC は断熱変化過程 CA は低圧変化であるというものです。うん、こういうものを熱サイクルといい熱サイクルで取り出せる仕事 W は入力した熱量と放出した熱量の差で与えられます。 またこの時気体は、えー、状態 A に戻ってきますので、えー、内部エネルギー変化量はゼロとなりますさらに、えー、理想的な熱サイクルが実現できたときにその熱効率は、えー、取り出すことができた仕事 W を入力した熱量 Q i n で割ったものになりそれは必ず1よりも小さくなります しかしこれはあくまで理想的な熱効率のお話です。これまでお話しましたように熱量は化石燃料の燃焼によって得られますがその結果として二酸化炭素を排出いたします。したがって熱効率を高めることによってより少ない二酸化炭素の排出量で多くの仕事をすることが熱機関には求められます。 しかしこれは、えー、技術的には非常に難しい問題を多く含んでいます。例えば BC の断熱過程でありますが完全な断熱を実現できる物質材料は実は存在しません。熱は必ず漏れてしまいます。従いましてこれによってエネルギー変換の効率はさらに低下します。 温度が上昇すると、物質材料は柔らかくなります。温度が物質・材料の融点を超えればその物質材料は溶けてしまいます。したがってシリンダーやピストンは高温になると圧力によって変形する可能性が高くなります。このことによって定積変化や低圧変化は技術的に非常に難しいということが分かります。 こ,のこれによってエネルギー変換の効率はさらに低下してしまいます。加えて温度が上昇すると物質材料は酸素と反応しやすくなります。これを酸化と言いますが酸化物が生成することによって部品の形状が変化したり場合によっては部分的に破損が起きたりしま、えー、ますこれにによっててエネルギー変換の効率はさらに低下してしまいます。 そこで高温場をできるだけ良好な状態で維持しエネルギー変換の効率を高めるために設計された耐熱性に優れた材料が開発されておりこれが耐熱材料と言われるものですそこで私たちのグループは熱機関の熱効率を一層高めるために新しいモリブ電気の超耐熱材料を 近頃開発いたしまして2018年に東北大学からプレスリリースをいたしましたそれがモシブチック合金と呼ばれているものですモシブチック合金のミクロ構造を右下に示しますがこの合金は金属と金属モリブデンと宝鶏化モリブデン炭化チタンで構成されていますプレスリリースの詳細に関しましては東北大学のホームページからご覧いただくことができます モシブチック合金の特徴でありますが、基本組成は 65mol% モリブデン、5mol% ケイ素、10mol% ホウ素、10mol% 炭化チタンとなっています。このモシブチック合金は、溶解鋳造法で作成することを特徴としたモリブデン超耐熱合金であり、すでに特許も取得しています。 先ほど言いましたようにこのモシブチック合金はモリブデン包頸化物 MO5SIB2 と炭化チタン TIC で金属モリブデン層を強化しています右の図はモシブチック合金の強度の温度依存性を示したものですこの図の,左下,図の左下のあたりに耐熱金属材料の強度の温度依存性を示していますが 見ていただくとわかるように、モシブチック合金の強度はこれら耐熱金属材料の強度に比べて圧倒的な強さを誇っています。また、1000度から1300度 C の温度範囲では、このモシブチック合金の強度は化ケイ素系の複合材料や炭素系の複合材料にも匹敵しています。まあ、さらに、 このモシブチック合金は室温から融点約1 7 2 5度 c まで安定なミクロ構造を維持することが分かっていますそれではモシブチック合金は一体どのようにして開発されたのかを簡単にお話しすることによって耐熱材料の研究開発について紹介したいと思います私たちがまず最初にやったことは耐熱性の高い材料同士の最適な組み合わせを 膨大な研究論文を探索しながら予測したことです特に私たちが注目したところは金属とセラミックスの複合化でありますそれは金属の塩性・転身性という利点とセラミックスの高強度という利点をうまく組み合わせることによって優れた超耐熱材料が開発できると考えたからです ところで耐熱性の高い材料あるいは物質とは一体どういうものかということですがこの図に示しますように原子と原子の間に仮にバネがあると考えますとこのバネの強さこそが原子間結合力になります。でこの原子間結合力は実はおおむね物質の凝集エネルギーに相当していると考えられており 原子間結合力、すなわち物質の凝集エネルギーが高ければ高いほど、その物質は合成も融点も高く、耐熱性が高い物質であるということが言えます。こちらの図は周期表に示されているほぼすべての元素の凝集エネルギーと融点の関係をまとめた図です。見ていただくとわかるように、凝集エネルギーと有点には極めて、えーえー、明瞭な相関関係が見られます。 この中で特に私たちはモリブデンに注目したわけです。えー、モリブデンはこういう点で光合成であり比較的軽く資源が比較的豊富である上に各種耐熱セレメックスとも高温でも共存するという特徴があるからです。こういったことをもとに材料設計を行いました。材料設計が終わりますと研究室内で実際にその材料を試作しています。 私たちの研究室ではこの左の写真にあるような1000アンペアアーク溶解モリブキャストロなどを使って、えー、材料設計に基づいた合金作りをいたしますモシブチックの合金の場合は具体的にはモリブデンとチタンとケイ素と炭素とホウ素等の原料素材を溶かして混ぜ合わせますそして この下の写真にあるような鋳型の中で凝固させこれを鋳造と言いますが合金の塊を作ります必要に応じて熱処理を行って平行なミクロ構造を得ます材料の試作ができますと今度はその材料の超高温特性を測定し評価することに入ります この左の写真にあるように私たちのグループでは超高温引っ張りクリープ試験機を使って試作した材料の強さを超高温化で測定していますこの超高温引っ張りクリープ試験機は私たちのグループが唯一世界で保有する極めて特殊な試験機でありまして最高荷重5キロニュートンの高感度ロードセルで荷重の計測と制御を行いますまた 資料の変形量は CMOS イメージセンサーによってこの露体の外から非接触で計測することができるようになっておりその分解能は約1.2ミクロンです。露内を見てみますとタングステン製のメッシュヒーターが熱源となっておりタングステンレニウム合金でできた熱伝対と言われている温度計で温度の測定をしています。 また、試験片はグラファイト製の試験片ホルダーに設置されて上部に引っ張られることによってその荷重と変異量を測定されます。したがって、この炉内では最高到達温度は2 0 0 0度 c までいくことがこの装置の特徴です。近年では試行錯誤の末、この試験片の形状変化を直接 CMOS センサーで測定することにも成功しております。 超高音特性の評価が終わりますと、今度はミクロ構造を解析して、材料機能、この場合ですと、超高音特性が発現するその理由を探求します。私たちの研究室では、例えば X 線解説による構造解析ですとか、操作型電子顕微鏡による変形後のミクロ構造解析ですとか、さらに分解能の高い透過型電子顕微鏡によって、 原子レベルによるのミクロ構造解析を通して、兆候の特性、発現の原因、理由を探求しています。最後になりますけれども、これまでお話ししてきましたように、耐熱材料の耐熱性能改善は、熱機関のエネルギー変換効率を向上させ、二酸化炭素排出抑制に貢献します。この時 えー、材料の試作これは実は作りやすさの検討も含まれていますがあそれから超温特性の計測評価そしてミクロ構造の解析の結果などを、えー、最初の材料設計にフィードバックしこれを何度も何度も繰り返すことによって優れた超耐熱材料を探索・創作、えー、創成することができますこの時、えー、構成元素の組み合わせや混合比率は無限であり 経験の蓄積とともに、計算科学や情報科学の支援も必要不可欠となっています。さらに、材料特性にはミクロ構造の効果も大きく、ミクロ構造を制御するための高度な材料プロセッシング、例えば今日お話しした溶解鋳造のほか、 高温で材料を練り上げてミクロ構造を制御する炭造ですとか熱処理、粉末プロセス、3D プリンティング等々も重要な科学技術要素となっています。しかしながらこういった困難を研究を通しても優れた超耐熱材料の創生によって化石燃料の消費量や地球温暖化ガスの排出量は間違いなく抑制できます。私たちは今後も えー、より優れた性能の超耐熱材料創生に向けて研究を続けていきたいと思います。以上になります